中島容疑者が警察車両を降りこれから事務所へと入ってきます重過失傷害の疑いで逮捕されたのは工藤会計の組長中島直人容疑者です去年7月北九州市戸畑区の路上で散歩をしていたシェパードが近くにいた50代の男性の尻に噛みつきました中島容疑者はこの犬につないだひもを持たずに男性に全治2週間のけがをさせた疑いが持たれています 警察によりますと中島容疑者が飼育する複数のシェパードは通行人に噛みつくなどのトラブルを他にも8件起こしているということです取り調べに対し中島容疑者は噛んだところを見ていないのでわからないと容疑を否認しています